蔡総理、ご挨拶の言葉お願いします。各位同心大家好、老心たちみんなこんにちは。首先我代表咱行政单位台湾民政委行政单位真诚心诚意来欢迎对祖国日本来的同胞。まずは私は誠心誠意祖国日本から、お越しにいただいた日本の同胞を歓迎いたします。台湾人民特別是本土台湾人台湾の人、特に本土の台湾人原来是日本国民的本土台湾人もともとは日本の国民だった台湾本土の台湾人六十几年来和蒋介石中华民国骗到五五五60年終戦後から今まで、蒋介石にずっと騙し続けてきました。蒋介石流亡集团不但骗台湾人也骗咱日本祖国的同胞蒋介石は台湾本の台湾人を騙しただけではなく、もちろん日本人も騙してます。到今日咱日本政府要来支持中华民国，这是错误的。今まではね、日本の政府が台湾の中華民国という亡命政府をサポートしてるとは、それは大間違いです。对2004年，咱瑞恰以及平研究报告讲这是错误的。2004年，瑞恰Mr.瑞恰の一つの報告の文書は中に明確に書いてあります。それはお間違いのことと書きました。それに南秘書長林志先用鉴定法介入来做研究発見直接事實出来。その続きはね、林秘書秘書長が戦争法先行してる戦争法をもっと深く研究して、それでいろんな真相解明ができました。这个错误完全是美国造成的。その間違ったことはもう全部アメリカがやったことです。我们台湾人生活长期生活在政治的联合之中。長い間台湾の本土の台湾人の政治の地獄に暮らしてます。咱这个团体在2006年差不多过美国。2006年我々民政府はアメリカに対して国訴を起こしました。裁判の国訴を起こしました。讲美国不应该放中华民国在这里所在吞打台湾吞打日本。じゃあずっとね中華民国を台湾に置いて台湾人をいじめるとか日本人の騙してることはそうしてはいけないこと。到2009年2009年四月七日，4月7日，美国最高法院固定法院讲台湾人无国籍。アメリカの最高裁判所で台湾人には国籍ないと判決いたしました。判決しました。中华民国不是台湾人的国籍，不是国家。中華民国という国、中華民国という年号は台湾人の年号でなくて、台湾人の国家でもありません。台湾人无国际承认的政府。台湾人にはね、国際から認められてる政府はありません。中华民国不是台湾的国家，不是台湾的政府。中華民国は台湾の国家ではなくて、中華民国の政府もじゃないです。这款呢是迂回啊，迂回哈，迂回造吹，咱才终于发现讲，咱台湾要是属日本天皇的。もちろんいろいろ努力しましたが、で台湾のこの領土はまた日本天皇陛下の所有ものでは
啊であることをあの分かりました。是干那暂时和美国占领中呢？まあこれはあの、一時だけのアメリカに占領されて、最后也是爱日本跟台湾统一。まあ最後にはやっぱり日本とあの日本と台湾の統一あの統一の一緒になることをやっぱりそれをあの希望してます。但台湾民政府努力的目标。いや我々はあの努力の目標は、就是要将台湾变成一个自治的国家。まあどういう目標か、どういう目標かというと、やっぱり一つの自治できるような国になりたいです。参日本变作一个联邦邦联制国家，变作大日本。まあ日本とあの連邦国になりたいです。一つの。万来日本になりたいです。是政治上联合一起。まあ政治上は、まあ連合です。经济上三业分工。まあ経済上はね、やっぱり分工あの分工ですね、分工作業をそれを、のあの希望しています。軍事上日台共同联盟。まあ軍事上はやっぱり日大、連盟。そういうふうにあの希望してます。来维护西太平洋的和平跟安定。あの、西太平洋の安定をそれをあの、頑張りたいです。对北方四岛一直到新南群岛拢是大日本的。まあ一番北はねあの北方領土から一番北は北方領土から一番、最南端はねあの南シナ海までこれ全部日本のあの領土であることを。あの目指してます。高飛東村、高飛東村、高咱去完成迄个目標以後，その目標がその目標を達成してから、咱大日本是世界一致、世界一致。いやもしその目標にあの達成したら、日本は来日本は世界でナンバーワンだと思います。但是達成这个目標以前，咱一定要相当相当努力。不是干台湾人努力，就是日本的咱的同胞嘛，要同齐来拍拼。いやもちろんね、それあの目標に達成するまでに、あの台湾人ではなく、もちろん日本人もやっぱりみんな努力しなければいけないと思います。頭先、長谷川さん讲台湾精神，就是反起日本精神的根本。いやさっきあの。長谷川さんが申し上げたようにあの台湾精神であの日本の精神を喚起することをおっしゃいました。所以各位日本的同胞您的責任非常重大。いやそうしますとやっぱり日本の方々にはあの非常に重大な責任を持ってあると思います。我も一直跟我说我的精神来自我的老爸我的阿公都是日本人的传统。いや今あの総理があのおっしゃってるのは私あの総理今現在持ってる精神はやっぱりあのおじいさんお父さんからの昔のそういう日本精神です。我们世代拢是老老实实，一直都是直，那都是那是非分明，这个善恶分明的。いやあのわあの総理ね蔡総理はねもちろんそういう精神どういう精神かというとねあの良し悪しもうちゃんと分かるそういう精神を持ってます。いいこと悪いこともちゃんと区別できますと良し悪し分かるそういう精神です。就是这款的精神咱日本才在当时是世界一致的。やっぱりそういう精神があるからまあ日本はねちょっと昔戦前はやっぱり世界でナンバーワンでした。去年12月底我们去日本的时候、まあ、去年の12月の暮れ頃ちょっと日本へ行ってきました。我怀抱的心情去祭了天皇，非常哀伤。いや我々はね、あの、ちょっと皇居に入ってね、あの天皇陛下を見てきました。その時はまあどういうかそういう非常に複雑なあの気持ちがありました。迄个哀伤是因为日本人足软高高的。いや複雑かあの悲しいか、なぜかというとやっぱり日本人は今非常に軟弱です。我都勇敢站出来。まあ、あのやっぱり勇気を出してね、その前に立つことは、まあ、さえそういう精神もないです。
袂记得过去辉煌的历史。いや昔ね日本人のそういうねあの大和魂全今はないです。所以咱来共同努力来唤起日本的精神，唤起台湾精神，继续为咱大日本来打拼。いや、やっぱりね、この機会でね、やっぱり日本人のそういう昔のそういう精神をちょっと喚起できるようにね、努力したいです。这两天，咱伫这个所在来共同办这个日台共同联名，这是一个开始。いや、この二三日はね、ここでね、日大共同联名会議をここで開いてね、これは一つのいい開始。の始まりだと思います。希望咱每一个人，咱精神拢要统一，为大日本来奋斗、打拼。まあ、皆様ね、みんな一人一人の精神はね、やっぱりお持ちながら、そういう昔の日本の精神を持ちながら、それ日本の国のためにね、お互いにね、手を合わせて努力しましょう。多谢大家，谢谢。ありがとうございました。ありがとう。请国策顾问何瑞元先生致辞。